はい、ガチャ動画の前に、ちょっとだけお話しさせてもらいます。この動画、ガチャ動画自体に関しては、6月16日に撮ったものなんですが、6月18日の今日に、まあほとんどの方、まあツイッターとかニュースでもう流れてるんですが、大阪の方、まあ自分は大阪住みって言ってるんですが、まあその住んでるところでね、震度6弱ぐらいの、地震が来まして、まあそれについての、まあ生存報告っていう感じでこの、前置き作らせてもらっております。で、まあ自分がいたところ震度6ぐらいが確か来たのかな。で、まあ寝起きの起きようとしている状態にいきなり揺れたんで、まあさすがにめちゃくちゃ怖かったんだけど、まあとりあえず怪我なく、まあ生きてますっていう感じです。で、まあ家自体もまあ特にぬいぐるみがね、俺自分の部屋にあるんですが、それがうまいことなんかあれ支えてくれて、まあ特に荒れたっていう感じではなかったかな。まあただ食器類がちょっと割れちゃったなぐらいだったんで、まあ特に大きな損害はなく、まあとりあえずまあ生きているっていう感じです。はい。まあただ猫の響きがね、2階から飛び移ってなんか屋根まで登って、それを助けるためになんか猫に、まあ響きに怪我させられたっていう、肩をえぐられたっていうぐらいだったんで、まあとりあえずまあ本当に大きい怪我はなかったっていう感じです。でそれ以外で言うとあれですね、動画投稿なんですが、まあガスがなんか止まってたりとか、まあ断水する恐れがあるっていうので、ちょっと復旧作業の方、まあリアルの方をちょっと優先すると思うんで、動画の投稿が不定期になります。はい。ただまあ動画のストックとして、まあこの動画入れて5本ぐらいあるんで、まあそれを毎日ちょっとゆっくりでいいんで投稿していこうかなと思います。ただまあ余裕が出てきたら、まあいつも通り、まあ毎日投稿になっていくんで、よろしくお願いいたしますっていう感じかな。うん、ぐらいかな。以上ということで、生存報告の、まあ前置きでした。では、メインのガチャ動画にどうぞ。はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハートです。今から沖田ホルタ宝軍2を目指してガチャ引いていこうかなと思います。で、まあね、6月16日までってやつなんで、今引いてんの6月15なんですが、まあピックアップ2がね、来るとか来ないとかいう予想があるけど、俺はそんなを知らずにとりあえず引きます。はい。まあこれ投稿されてんのが多分あと3日か4日後ぐらいなんじゃないかな。関係なしでいきましょう。もうね、ちょっと待って、沖田オルタに関しては、まあ話とかストーリーとか、あと絆ボイス見てて、宝軍2にしたいなって、久しぶりに思ったんで、ちょっと追い課金します。はい。というのでね、まあとりあえず今日撮ってんのが6月15日のまあ深夜なんですが、まあ引いていこうっていう感じだね。で、まあところどころね、単発分で引いたりとかしてたんですが、まあポズだよね。うん。なのでアルターエゴのクラスが、またピエロのやつがポンって出てきてくれたら嬉しいなっていう感じかな、ぐらいかな。以上ということで、まあ特に話すことがいつも通りなくなるんですが、なんか話すことあったかな。ああ、そうだ、まあ投稿されても、この動画が投稿されるっていうのって結構時間経ってると思うんですが、まあドロップ率がいい場所とか、まあストーリーの進め方みたいな攻略動画上げてますので、もし気になる方は、まあ動画のやつ調べてもらえればいいかなと思います。でそれ以外で言うと、なんかな、まあどうなんだろうね、この後のイベントか、グダグダが終わった後に、まあいろいろとどういうのが来るんですか、来そうですかって予想してくださいみたいなのがあったんだけど、ゼロイベとか復刻来そうだよねってめちゃくちゃ思ってるんだけど、俺だけかな。ゼロイベ以外で言うと、なんかそれ以外かは、2017年の水着とか復刻来そうなんで、まあ、実質宝具2を目指して引くっていうのは無謀っちゃ無謀なんだけど、まあ欲しかったら引くしかないよねって感じで、またこれロビンフットもしかして、やば、ロビンフット3連続。いや、ロビンフットが欲しかった人は超嬉しいかもしんないけどさ、違うよ旦那。あー、こりゃここで、あー、ロビンフット3連続は珍しいけど、スカだね。はい、20連目やっていきましょう。まあ1回目はね、スカでしたが、まあまあまあって感じですよ。行きましょう。
さあロビンフットに好かれてたからな。で今回行く起点のがあとはエミヤがいるんだけど、まあエミヤに関してはぶっちゃけもうさっき前回前々回ぐらいの動画かな、で多分ホーグマになってるからもう本当にアルターエゴピエロのクラスのやつが来てくれるっていうのを願う感じかな。それ以外はまあ概念連想、星5概念連想がとつりたいから2枚欲しいなって感じかな。てか星5概念連想2枚欲しい、来てくれって感じだわ。いやー来ないかなー、どうだろう。でまあ一応追加でやってるんですが、そこまで深追いはしません。できる限りのところを引いていくっていう感じかな。で異常なんですがなやっぱり単体ピックの時の方が出やすいよね。うん、普通にね前回の3人メデューサとメディアさんのピックアップのやつ引いてたんだけど、それよりもバンバン出てくれるから本当に伊蔵さん狙いの方は今回した方がいいんじゃないかなと思います。って言ってもね、この動画投稿されてんの時間かかってると思うから、もしかしたらその時にはもう終わってるかもしんないけど。でまあいろいろとグダグダと喋ってるんですが、今んところ禁煙室とかそこら辺も全然来てくれないっていう感じだな。これはどうだ、禁煙室がいきなりポンって出てくれんのが嬉しいっちゃ嬉しいんだけど。てかアサシン、あー伊蔵さんだね本当に伊蔵さんポンポン出てきてくれるな。伊蔵さん狙いやっぱここ回した方がいいのか、単体ピック。やっぱ単体ピックはまだ偉大っちゃ偉大ってことだよね。いやー来ないかな、演出来ない。サーバント、ピエロ、アルターエゴ、オキタオルタが来てくれたら終われるんだけどね。なんか同じサーバントがめちゃくちゃ出てる気がするんだけど、気のせいかな。伊蔵はピックアップされてるからいいとして、スカだね今んところスカ。もうそろそろなんか来てほしいなっていう感じかな。禁煙室でもいいから見たいね。うん、二次演出はねもう前々に見ちゃってるから多分ないと思うから、まあ、来てくれたらもちろん嬉しいんだけどね、まあ、多分ないだろうから二次演出よりも禁煙室とか、まあそのまま金で来てくれるのを願うっていう感じかな。実質どれぐらいなんだろうね、そのまま金で来る可能性って。まあ気持ちとしてなんか何割ぐらいかなっていうのは自分の中であったりとかするけど、ただやっぱ禁煙室は割と来やすいっていう感じあるよね、気持ちね。まあ俺が超大量に引いてるから、まあ母数が違うって言われたらそうですってしか言えないんだけどね。あと他なんか喋ることあったっけな。いやだいらないそれだったら星4の坂本さんの霊装くれよマジで。なんかユグドラシル俺すっげえ最近引いてる気がするんだよな。なぜだ、そこまで俺アポをめっちゃこだわってたっけ。まあ、ジーク君とジャンヌいいなーって思いつつ見てるけど、星4概念霊装出まくんな。これは深夜2時まで待った方がいいかな。あと20分程度待ったら深夜2時になるから、あー来ないか。やっぱ3本あると期待するんだけどね。いやーこれどうだろう、演出来ない。前回あれか、普通にアルタエゴ来た時は禁煙室だったから、禁煙室でも結構希望あるんだけどな。ただ処分先生が4枚近く引いてしまってるっていうのもあるから、そこら辺で運使っちゃってるかな、どうだろう。あーじゃあ来ないな。一回スキップ強やってみようかなとか思ったりするんだけど、スキップ強すると心にダメージを負うっていうことをストゲンを回してて気づいたからやらないんだけど、本当に減りがねやばいし、スカだな。深追いするとダメっていうことなのかな、どうなんだろう。いやーマジで、いや深追い、まあけどどうなんだ、一体当ててる時点で深追いっていうのも違うかもしれないんだけど、やっぱ来てほしいんだよな。あれなんだよな、オキタオルタ使ってて思ったのが、今は特攻とか入ってめっちゃ火力出てくれるなって思うんだけど、多分スキル上げとかちゃんとしないとホーグ1じゃ物足りないなって思うから、できたらホーグ2にしたいんだよな。おー伊蔵さんほんと来るね。
伊蔵さんマジでピックされてるな、幸せだわ。前回っていうか普通の星5概念そっちかい、前回じゃないか、3体ピックアップされてる時は本当に出なかったからな。あれ確かに2万ぐらいで4体だったから結構引き悪かったんだよな。まあ、1万で5体引けるっていうのも珍しいっちゃ珍しいと思うけど、まあそれは置いといて、アルタイ後来ない。アサシンはちゃんとピックアップされてる。あ、ケイカさんピックアップされてなかった。あとなんか話すことあったっけな。もう深夜だから頭回ってな、ないっていうのと、あと今日が雨降るんだよな。おっき禁煙室アルタイ後頼む、ピエロライダー。ちょっと待って、ついに俺は手に入れてしまったのか、あのアイテムをついにゲットしてしまったのか。俺はサムネイルは決定だな。一瞬サムネこれで決まりでいいやってすげえ安堵したっちゃ安堵したんだけど、やっぱ星子ってすり抜けるものなのか。入ってるの、もうそれだけ確認させて。いる。俺もこの領域に入ってしまったのか、マジか。けど引きは良かった、引きは良かった、星5引けた、ポジティブに考えよう。行こう、ラスト50連。まあとりあえずこれで出なかったらまあ1週間程度は諦めます。でも最後の最後でなんか引けた、あのもし余ってたら引くっていう感じかな。っていうかマジでか、ライダーの星5来すぎじゃないか。確か前回二次演出の方でもドレイクさん来てたし、それだったらアキレウス来てほしかったんだけどな。アキレウス確か工場だよね。いやーマジか、ついに無記名を手に入れてしまったか。あと9体当てたらいいのかな、おじまん。いや無理でしょ、あと9体おじまん当てますって超無謀だから絶対やらないけどさ。けどなんか気持ちあれなのかな、やっぱ無記名が溜まっていくごとに快感を覚えていったりとかするのかな。いやさすがにそれはない、やめておこう。その考えをしだすと絶対また課金の沼に入っていく気がするからやめよう。で来ないかな、冷蔵ばっかだな。演出が来てくれたら本当に感謝感激なんだけど、来ないか。アルタイゴ、ピエロが来てほしい、アルタイゴが来てほしい。途切る、違う、もう最低保証の枠は潰れてるから気合で来てほしいんだけどな。ただオジマンがここで引けるとは思わなかったな、マジか。いやー、まあ、概念レース多いな。というか、イベントの星4概念レースはめっちゃ引けたけど、星5概念レースを引けてなかったな。なー、まあまあ、けどしゃあないよね。ということで、とりあえず、50連、追い課金したんですが、おじまんが6体目来ましたっていうのと、概念レースがいっぱい来たかな。ただ星5概念レースもなんかすり抜けできてるから、ただ起きたオルタはこずっていう感じだね。まあ仕方がないということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。次回があるかわかんないけど、また次回でお会いいたしましょう。それじゃあバイバイ。最後まで見てくださりありがとうございました。よかったらチャンネル登録とよろしくお願いいたします。Twitter や生放送もやってますので、よかったら覗いてみてください。それじゃあ、バイバイ。